はい、警視庁田無警察署前より NHK をぶっ壊。はい、西東京市の田無警察署前にやってきています。私が今日をですね、田無警察前に来ている理由については、刑事事件のために内容はお伝えできません。ただね、安心してください。別に僕が被疑者として呼ばれているわけではないということだけ申し上げておきます。で、もちろんね、参政党絡みのことなんですが、参政党の裁判日程が決まっております。来月4月17日14時、17日の14時からと18日の14時から、これそれぞれ選挙期間中になると思うんですが、いずれにしても17、18それぞれ両方とも14時から、17日が元参政党の人が訴えています。で、18日が1億円の裁判ということで、ぜひね、東京地方裁判所の方、詳細はちょっと村岡弁護士とか私の過去の YouTube をご覧いただきたいと思います。以上です。 NHK を